皆さんご機嫌ですか？どうもキーボーです。最近仕事が忙しくてすごい疲れてて、だからだと思うんです。ご飯作るのもめんどくさくて、僕はカップ焼きそばを買ってきました。お湯を入れて3分、ぼーっとしていた僕はお湯も捨てずにソースを入れてしまったんです。その時の絶望ったらないぜ。生きていてこんなに悲しいことがあるのかって思ったぜ。どうしようかと思って、カップラーメンみたいにそのまま食べようと思ったら食えたもんじゃないし、お湯捨ててみたら味なんかしないし、泣きながら塩をかけて食べました。気を取り直してあるあるいきます。ヒーローものあるある。待ってくれる。ほほほほ、貴様もここまでのようだな。くそ、こうなったら変身だ。なに、変身だと？わーお、スパイダーオン、シャワワワワワワ、ピカーン、ドシャーン、ドルル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 ルまあそれが怪人の美学ってやつか。しびれるぜ。爆発する。とどめだ。やられた。なんで爆発すんの？体中にガスでも溜まってんの？便秘なの？そうだとしたら爆発した周辺めっちゃ臭いよね。最初からそれやれ。よし、とどめの必殺技。うわー、やられた。いや最初からそれやれよ。明らかに今までの肉弾戦より殺傷能力高いじゃねえか。最初からそれやれば被害者も少なくなってたよ。